久しぶりでございます。ネットの環境が復旧したっぽいので、今週からまた再開していこうと思います。金曜日定例対戦会、今は奈良の対戦会対戦の予想を映してますが、21時頃からプチ大会四季の細道、予定してますのでよろしくお願いします。それでは試合の様子をごゆっくりとお楽しみください。Oh, you!
Let's go!
ああ。あ、お疲れ様です。今日のプチ大会なんですけれども、あ、そう、ストツ X のプチ大会なんですけれども、かける5の1週間前ということで、団体戦をしたいと思っているので、参加者は皆さんエントリーお願いします。1キャラだけ書いていただければ、そのキャラクターでこちらでくじ引きしてランダムでチームを決めて団体戦をします。皆さんエントリーの方よろしくお願いします。Thank you.
けてエントリーをよろしくお願いします。今のとこ5人エントリーですね。今日は団体戦をやるので1キャラだけでお願いします。ありがとうございます。ガイライで、じゃあエントリー受付中で、はい、100円で、余ったのはばらまきます。ばらまきます。はい。Yeah.
Oh!
はい、こんばんは。ゆっくりしちゃってください。Come on!
そろそろエントリーは締め切りという感じですかね。一応今のところ現時点でお店にいる方は19名で、あと1人予備を入れて、はい、あ、トモトさんが一応いらっしゃるので20人で5死20だから4人のチームが5組でランダムで組んでかける4なんで、あ、5人、そうだね、かける5人にしましょう。で、5人チームで、そうそうそう、一応5人チームで4つの、違う、そうそうそう、もう何言ってるのかよく多分、唐揚げ丸さんは、そうね、そうしましょう。唐揚げ丸さんは、フォークかな、フォーク。そろそろ、まあ、4人のチームで結局やることになりまして、4人のチームでトーナメントを組んでいきたいと思います。今日は24で6チームでトーナメントをやっていこうと思います。そうですね、本キャラでちょっと5人だと、そうそう、は払って、丸がない人は払ってほしい。
とりあえずトランプの抽選ですけれども、一応1から6チームまで今決まってホワイトボードに記入してますので、大会の開始は9時、まあ9時過ぎたら始めていこうかなと思います。で一応なんか友田さんが9時半から来るので、まあ、友田さんのチームはなるべく後に当たるように、まあ、例えば2と3番がやった後に、まあ、1と6とかやりつつトーナメントは進めていこうと思います。まあそうですね、一応今決まってるのは第1チームが破天荒さんの竜、フォアトリンさんの X バルログ、ユーズルさんの DJ 予備1、まあ、これは時間次第で誰かが入ります。あと誰だ、誰入る、そうですね、あはい、じゃあホワイトボードで確認しに来ていただいて、そうですね、チームメイトを確認お願いします。まあでも念のため暇なんで読むのもしときます。まあ聞いてなさそうだけど、第2チーム、私、ぴょん吉、ザンギ、鍋、龍、予備、3番、ウラケニーバイソン、ニーヤホンダ、イサジーキャミ、イロハ、エス、バル、4チーム、ノブ、ケン、モツ、ブランカ、シュウ、ケン、トモザ、ベガ、5番チーム、セロテープザンギ、ヒカルバルログ、ハクガイル、カワシムダルシム、第6チーム、コエドベガ、タツソシリュウ、カラーゲマルエスホーク、テダルシムです。そういうわけで、4×6 でトーナメント始めたいと思います。
じゃあちょっとつぎはぎだらけの大会なので、あ、じゃあ配信そろそろ、配信台すいません、ちょっとそろそろ開けて、その勝負で終わりでお願いします。その勝負で、じゃあちょっと2番3番の試合から始めようかということで、はい、じゃあ2番は私のガイル、ぴょんきちさんザンギ、なべさんの竜、あ、予備誰予備、あ、そっか、チームで予備は決めます。です、あ、すいません、そろそろ大会始めるんで、呼び出しされた方は配信台の方に来てください。ネロさん、ぴょんきちさん、なべさん、うらけにさん、にーやーさん、いさじさん、いろはさん、第一試合です。で、後出し先出しあるので、ネロさん、ピョンキさん、ナベさんのチームは4キャラ目を先に決めてください。チームメンバーで話し合って4キャラ目を決めてください。じゃあとりあえず、誰かリーダーの方、じゃんけんで 1P2P だけ、じゃあここで、あ、じゃあとりあえず、じゃあ裏切りさんとネロさんで 1P2P のじゃんけんを、それは大丈夫なんですか、チームメイトは。はい、じゃあ 2P で、で先方申告の前に、その予備のキャラクターを、誰も来ないか、いや、ぴょんきちさん結構いけますよ。ぴょんきちさん、はい、ぴょんきちさんとネロさんとナベさんで4キャラ目を決めてください。ぴょんさんは何使うの、もう1キャラ。あれでしょ、3番目の人たちなんだ、かぶしていいから。ギリギリまで予備後回しにすればよかった。いや、じゃなくて、いない人がいるから、地上げ屋さんがいないから先できないの。
じゃあ任せます。これあれピョンガエルね。じゃあ前にピョンって書いといて。はい、じゃあ時報からはスキン出していいんですけど、先方は申告してください。はい、先方ここまで申告。じゃあ先方申告、自分まで。あ、団体戦です。はい、あのチームメイトにダルシムが増えました。後ろ後ろ後ろ。はいはい、先方自分まで、先方自分まで。はい、早く早く早く話し合ってください。はい、みんなで話し合って。じゃあ始めていただいて結構です。さあ、先方はイロハガイルと、イロハエスブランカと、じゃあエスバルログと鍋さんの竜ですね。さあ、カラジャンから投げて、まずはイロハエスバルログが、さあ受け身がない。さあ投げ返している。つまき当たって大きい攻めはゴスから真空使って、おっとバックステから投げ、さあ2人目どうしちゃうのかな。いや、そうでもない。青斎さんだけ。あ、青斎さんと友田さん。なんでなんで。え、いる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 よ。あ、うちあの結構フレンドリーなルールなんで、あるな。さあ、ソニック投げ、おいおい、ソニック投げでチームメイト大喜び。そうですね。上からサマー使って
カラジャンから投げ、投げ返される。まあ、このゲーム投げ強いですからね。さあ上、投げ返す、投げ、なんかお互い投げ狙いすぎじゃないんですかね。なんかもうちょっとこう、なんかこうね、さあ投げ、投げ、さあどうするのこれ。残るキャラクターはダルシムとザンギエフ。なんかあれですね、あんまりバルログが活躍しちゃうとかける5本戦も不安になってくるね。え、寒い空気が。さあこれ満を持してピョン様のザンギエフですが、こっちのチームにはホンダもいるんですよね。片足百戦錬磨とはこのことか。なんかピョンピョンしてる。これがピョン騎士の由来か。上が通って、さあコンタブラリー、バイクのテスト。あ、じゃあこれ S バルログだからどんどん投げていけばいい。そうっすよね、受け身ないしね。まあでも投げられませんでしたけど、とはいえ。さあこのラウンドは S バルログいい感じ。おっと、余計なことしたか、投げた。強いな、エスバルログ。多分だけど立ち中継はこれ X より S の方が強いんですよね。さあスクリーン入って、さあ体力勝ちは、おっと、さあヒョウが入って、ヒョウが、おっと危なかった、ダブラリでよかった。スクリューなら死んでいた。さあさあスラが入った。さあ残すはスーダルシム一体。これはつらいですね。イロハ男を見せるか。前立てありますねこれね。前立てあるよこれ。スーさんが全体されると、やっぱりこれあれですかね、先般はガイル使いの人になるんで。あ、私ですか。いや私ではない。みんな自分で頑張れよ。先般とかねえから。ないんだ。すごい乱暴な発言。おっとうまい、これが一つ、これが一つ、どれがみたいな。なんすか最後のフレーム、どれが、あのブラストが一つなんですかね。確かに。さあ今回はエスバルログいい感じ、壁からも抜けて、変な距離の、まあ、ちょっと苦しいですね我がチーム。2番チームはちょっとくじ運が悪かった。さあ4連勝にリーチ、これ楽しみですね。このいろはさんが作ったエスキャラ本はみんな欲しがるんじゃないですか。なるほどね、それを証明してみせる。いやいや、だってエスキャラもここまで強いんだということが分かる。なるほど。まあね、こういう状況結構。さあスラリ切り返して、でも意外と気づくと体力が減っちゃって。さあゴブった、ナイスガードだが最後はバルセロナというわけで、じゃあ3番チーム、あれですよ、ご褒美にあのエスキャラモンの
宣伝を。ですね、かける号で、ヨガ本を配布するんですけど、全員に配れるようにしますんで、皆さん受け取ってください。よろしくお願いします。じゃあ、4… あ、そうですね、よろしくお願いします。かける号楽しみにしてます。では4番チーム、のぶさん、もっつさん、しゅうさん、ともどさん、お願いします。じゃんけんして 1P2P お選びください。お選び…はい、え、誰誰、あ、マジか。もう次いないチームが2チームあるので、なるほど、もう次はぎだらけ。休憩。え、1番、6番は1番の、あ、大沢さんまだいない。どいつもこいつもいねえじゃねえかみたいな。一応9時過ぎってことなんで、どいつもこいつもいねえじゃねえかっていう。じゃあ青斎さんか友野さん来たらば再開しますので。じゃあ休憩ですかね。はい、休憩。まあトーナメント組んじゃってますからね。ちょっとじゃあ半まで待って、ダメだったらちょっと考えますかね。それがデートなしきの大会みたいな。なんか中島さんがいらっしゃったので、中島さんにちょっと予備1やってもらうみたいな案が出てますけど、どうですか。結構ここ中島さん入ると相当強い。中島カエルさんが青菜って名前やめよう、ギャギャギャを受けてきたからもう一生。中島さん、大会出ていただけ行けよって、そう。はい、じゃあお待たせしましたけれども、次の試合始めますので、呼び出された方は筐体の方まで、破天荒さん、ポワトリンさん、ゆうずるさん、中島さん、小江堂さん、辰俊さん、唐揚げ丸さん、手さん、試合です。はい、じゃあ誰か、代表者の方、じゃんけんお願いします。はい、 1P2P 勝ったチームに。はい、はい、じゃあ先方決まりましたらばセロテープまでお願いします。はい、チームメイト確認して集まって先方を決めてください。
あれ 1P 2P 決まってますよね。なんか 2P サイドに人がいないんですけど、はい、先方を決めたら自分までお願いします。あ、ムーさんだ。ムーさんこんばんは。ムーさん見てます。ムーさん来てくださいこんばんは、私がセロテープです。あ、ムーさん今日は団体戦やってます。どうですか、決まりましたか。はい、向こう決まりました。はい、じゃあ座ってください。あ、じゃあ第2試合始まります。さあ先方が中島さんのガイル、中島さんのガイルと小江堂さんのベガですね。これはちょっとベガガイルどうなるのか私にも予想はつかない。ベガガイルはかなり、ね、いい勝負ですよね、はい、あ、いきなり投げたのは小江堂さんのベガです。さあ中が1、中島さん立ち小判で、お、今のちょっと新しいですね。ふわっとしたところにバズーカ、おっと、お、ここはちょっとガイル我慢して出方を、さあソニックで、ソニックと中足ガードしてゲージも使わせた。ただ危ない危ない、あー、さあまずは中島さんのガイルですね、はい。どうですか、ガイル使いとしてみて。まあ本当私なんか言うのもなんなんですけど、良いではないし。なかなかやるよね、彼ね。立ちコマンですごい止めるのがなんか参考になりますね、私的に。その減らないですけど、やっぱりね、止めるっていうのは、そうですね、なんかちゃんと相手の技とか。本当？あ、見たい方は来週来ていただければ。あ、そうですね。そうそう。来週デートなしきに来ていただければ、まあまあ見てもしょうがないですね。いや、一応有、まあまあ有料ですけどね。本当見てもしょうもないですけど、まあありがとうございます。一応ツーショットチェキ2000円なんで、まあ全部それゲーセンに寄付されますから。マジか。さあ中島さんのガイド。中島さんさすがです、勝ちましたね。アイドルの現場より高いっていうね。だけもちろんサインもマジ高い。ただでいいだろ、ただで。あとオムレツにハートマーク書いてもらうのも500円ぐらいかかるんで。あ、誰か入るんだ。おー、タスさんの、さあタスさんの竜、これはちょっとタスさん見せどころですね。中島さん本当、さあ得意のピース、イエーイ。あ、なんか2000円払う人がいるみたいですよ。ま、マジマジ、ムーさん、ムーさん別にあの全然ただで、ただでいいですか。小さいからね。あ、画面端です、画面端です、覚えたて、覚えたての画面端トークです。あ、リフトアッパーで、さあすごいちゃんとね、サマーで落としてますね。真空使わせて、まあでも体力的に今達さんが勝ってますけど、仕掛けたのは中島さん、いや、うまいっす、これが。そして、さあ、ここからめっちゃ強い。あー、さあ、真空持ってたんですが、そうですね、正面アントビーギリギリ届く前だったので、上り蹴り昇竜拳、さあ足に追い込んで体力大幅リード、ね、これはかなりいい感じ。これは結構、ね、どこでガイルが仕掛けるか、ね、さあ、あー、ゲージも使って、そう、これがね、ガイル、さあうまいですね、今の一本。いやいや、今3段、今3段、あ、これはもうあとは
あ、おっと減った。受け身、これは受け身取っても終わったんですかね。でも、あ、受け身取れないですね、死ぬ時は。やっぱダメでしたね。あ、そう、遅いですよね、ホンダステージ。私もそう思いました。ようやくこの間ホンダステージが遅いってことに気づいた私も。高えから、高えよ。ただでいいよ、ただで、ただでいいから、さあ、中島さん2人抜き。あ、いや、ねえ、やっぱね、あ、でも見習うとこが、次はラウンド1、ファイト。あ、ですね。さあ、唐揚げ丸がいったよ。じゃあすいません、あのマイクはミキさんからシューに変わりました。申し訳ないです。さあ、唐揚げ丸さんがアントミノーミスからの話したいふうんで、うまいっすね、今のね。今日はなんか結構レバーを触りに来た人がいるみたいですね、なんか。まあ、私も含めてそうですね。明日大会、あ、来週大会なんで。来週大会なんで。やっぱその店のレバーがどんな感じかっていうのはちょっとありますよね。まあ、それ必要ですね。さあ、中垣内で落として、さあ、コントダイブ、ガード、コントロダイブ。あれ、さあ、おっと、さあ、ガード、さあ、トマホン当たって、ミスが流れ、おっと、台風失敗。そして、いい勝負。おー、アイス、ナイス、ダイヤシン。死んだのはガイルの方だった。エソホーク立ち台系の判定があんま長くないので、ちょっとアイス取れにくいんですよね、本当は。あの、ただ、まあ、あの距離だったらさすがにちゃんと当たる前で打ってるので。そうですね、あそこはガイル難しいですね。さあ、出てくるのが破天荒さんのニュー。さあ、コントロダイブがダイヤシン下がって勝利で返す。お、見てからコントロダイブ。おっと、今、次に行きましたね。危なかったですね。さあ、見てからコントロダイブ、うまいですね。さあ、画面端のプレッシャーが怖い。あの、あーっと、勝利が出ないが、今、勝利。さあ、削りに行って、6ドット削って、まあ、ガードは OK ですね、あそこは。ナイスタッチ、シューキック対空。タッチ対空。あれは正解ですね。落ちてますね。手が通った。さあ、半分、もう半分減りすぎ。俺がクソキャラだ。さあ、バイパーチョップが痛い。もう体力ほとんどないぞ。メグタチマキは仕込み波動拳かな。あーっと、自ら画面端を背負ってしまう。ダメージは取ったが、端を背負、おっと、端脱出。おっと、歩きたいが立ち台風。残り3ノット。あー、大パン大パン。あそこのプレッシャー竜はちょっと難しいですね。そうですね、引きつけて昇竜出さないと下手したら相打ちですからね。そうですね、エスホークのジャンプ大パンは。さあ、見てから、見てからコントロール本当にうまいですね。うまいですね。さあ、コンタ、さあ、欲張った竜。あーっと、コントロール大砲下がってしまう。ブン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 。さあ、トダンカホーク当たって、あ、ガードして。さあ、さあ、あの波動拳は勇気だぞ。あー、出なかった。おー、そのまま勝ったのは唐揚げ丸2連勝。素晴らしい。さあ、まあ、ここはゆうずる DJ でしょうね。いや、まあまあ、まあ、もう別にあのチームメイトいないから大丈夫です。さあ、ゆうずる DJ ですね。これはキャラかぶせ。さあ、ジャックナイフでオツに3発。シューさん、DJ も使いますけど、やっぱりフォークはそんなに難しくないですか？難しくないと思いますよ。さあ、召喚を立つから、ここ台風で、もっと大キックでめくりったが、ただやっぱりコントロダイブの処理を間違ってしまうと、一気に
それとハメを知ってるホークだと結構ハメを抜け出すのが大変ですよね。おーっとスライディングにコントロールダイブ、唐揚げまで乗ってますね。対空の処理を間違わなければやっぱりかなり有利ですか。かなり有利だと思いますよ。安定削り、コントロールダイブははっきり言ってガードしても全然 OK なんでね。そうですね、はい、一度と二度と削られたんですね、はい、全然痛くも痛くもなんともないの で距離も離れるので、その後にまあやっぱフォークは続かないと。はい、シャガパン対空、やっぱりちゃんとの投げられ前、 DJ の投げられ前から少し離れたところでしゃがみショーキックからのハメですよね。それをフォーク側が知らないとなかなか難しいんじゃないでしょうか。さあコンドルに立ちシューパン、おっと一回ミスった、ワンチャンあるか。そう、あの距離で結局刺さったところで、はい、なかなかホークは DJ に対してはめる手段が N コパンしかないんですけど、ただ DJ は結構逃げる手段があるので難しいところですよね。コントロールで溶かしても続かない。そうですね。さあこれ出てくるのはテータルシム、これはキャラかぶせですが、最近結構研究が進んでダルシムに DJ もそこそこいけるようになってるんだけど、それでもやっぱりダルシム有利ですよね。まあそれは有利は変わらないと思いますが、ただやっぱりこけてしまった後のダルシム側の処理っていうのが、さあ うまいぞインフェルノタイプ、ダルシムはやっぱピオリやすいの で、あと割とすごい距離からジェノソバットカーニバルが入りますよね。なんか入りますね。相模署中パンチとかにも入っちゃいますし、さあそれで入って、ああこれ削っていく、いいスラが入りましたね。あそこのだからダルシムの処理を間違えてしまうと結構難しいんですよね。さああれですね、これはめくりじゃない。さあこれガード、ナイス飛んでくるぞ、全部ガード投げて受け身がないぞ、アントム失敗、おーっと超着で抜ける、ユーズル知っている。さあこうなるとさすがに誰しも欲しいか。さあさあリバサカーニバル勝ったのはユーズル。さあユーズルチーム勝ちですね。これで1番チームがか、とりあえずゼロ回戦ですかですね。まあ1回戦第1回戦を勝ち抜け、うん、で友田さんいないので1番チームと5番チームですね。じゃあ、1番チーム連戦になります。5番チームセロさんとヒカルさんとハクさんとカワシム、1番チーム連戦でヒカルさん、ハクさん、カワシムさん来てください。でセロさんが試合なので、じゃあミキさんマイクをまたお願いしますよ。あ、はい、ああ、そうっすね、残念ながら余ってないんで、ありがとうございます、そんな来ていただいて来ていただいて。さあ、今日は何人集まってるんだ。今日はそうですね、対戦だけだったら24人オーバー。はい、さすが X ですね。まあ、今日から、明日からゴールデンウィークですかね、世間一般的には。そうですね、月火の有給を取ればという、はい。ちなみに私今日結婚記念日。結婚記念日なんすか。みきさんこんなとこいていいんですか。旦那さんは仕事です。旦那さん仕事、仕事です。残念ながらちょっと社畜モードに逃げない。まあでももともと来るつもりでしたけどね。ただ結婚記念日なのにもともと来るつもりだった。でもなんか夕飯くらいは食べてこようかみたいなだったんですけど、完全に旦那さんが仕事になって、なんか真の強者ここにいたわ。そうそう、結婚記念日にもう鼻からすごいけど、良い子のみんな真似しちゃダメですよ。さあ1番チーム先行は、向こうは5番ですね、ザンギバル・ガエル・ダルシム。はい、
じゃあ先方決まりましたので、はい、早速スタートお願いします。はい、あ、ごめんなさい、ちょっとまだ声入ってないですね。じゃあ 2P がヒカルさんのバルログと、はい、1番チームが先方破天荒さん、5番チームが先方ヒカルさんのバルログ、はい、ヒカルさんはこのお店の店員さんなんですよね。ヒカルさんはデートさんの店員さんですね。そうなんです。ここのテラー当ててからスタート。このこの猛者に揉まれて毎週頑張ってます。さあテラー出るぞ。あ、でもすごい、もうこれは評判はガード。お、うまい、テラーうまい。テラーはもうちゃんと出せますね。とりあえず上さえ見ときはとりあえず大丈夫だろうっていう。テラーって難しいんですかね。いや、あのテラー自体は難しくないんですけど、2回目やってるのが結構難しいです。結構ね、テラーテラー見ない、ちゃんと慣れないと、あの追い打ちを入れるのが意外に難しかったりするんですよ。なんかね、意外とテラー出ないイメージが。おー、はい、出た、ヒカルさん、テラーテラーすごい。テラーテラーって意外に自分できないんですよね。お、難しいんですよ、慣れないと。なるほど、結構なんかストツーってそういうのがありそう。さあ、ヒョバルだって、ヒョバル、ヒョバル上からかぶせていく。頑張って、勝利を使って。さあ、すごくヒョバル、さあ、ヒョウバルで手前どんどん押してくる。さあ、ナイス勝利。さあ、15歳からもう許さん、もう許さん、繋がってないが当たってしまう。でもなんかやっぱり1本ね、取ると嬉しいですからね。もう私も最初の頃とか超嬉しかったです、1本でも。さあ、スライディングに代々当たって、さあ、勝利タイク、今度は下から大足ハード、はい、打ちで。さあ、波動にヒョウを合わせて、うまい、うまい。さあ、バルスラーに逃げ台キック、スライディング当たって、この前でぴょんぴょん飛ぶの結構面白いですすごい。たまにあのステップの時に波動拳当たったりするんですよね。あ、そうなんです、はい、結構この動き。さあ、勝ったのは破天荒さん。はい、そうすると、あ、セロテープさんですね。さあ、ここまで出てくるのが、はい、セロテープザンギ。これはセロさんが、まあ、キャダカウスになりますね、一応流弾機なんで。なるほど、そうです、はい、これ全立て全立てコース。あ、もう始まってます。弾機側もけどこれ難しいと思いますよ。あの結構あれですね、ファイヤー波動でやっぱここされてしまうときはね、うまくファイヤー波動の対処が。はい、固く近寄らせない。そうですね、そうですね、あのカウンターファイヤー波動が結構処理が難しい残儀。あ、確かにファイヤー多めみたいな。あそこできちんとダブラリを出せて、ファイヤー波動にダブラリをカウンター合わせていくと結構また変わってくんですけどね。ただそれが難しいですよね。ダブラリダブラリ、さあ波動拳をカウンターでつく。さあ、ダイヤシを透かして、ダイヤシ、おっと、スクリューいかない、タッチューキック、今はジャンプ台、これは超キックからスクリュー、もう一瞬が、一瞬の隙をついて2本目取ったのはセロテープ。今度はあまりファイヤーが、あ、今出た、ね、ここはあまり読まれないようにしてるんです。おー、ナイス勝利、ナイスダブラリー。あ、確かにこれ結構嫌です。あ、うまい、うまい。さあ、画面端に追られてるのは破天荒流、これは難しいぞ。ナイスファイヤーハード。さあ、ジャンプにファイヤーハードが出てしまって、こういうのが辛そう。おーっと、しんくん見てから、ダブラで返して、おー、あーっと、はい、今の今多分おつりスクール失敗ですね。そうか、さ
さあ残り2ドット。あーあー当選。またお釣りスクリュー失敗。ちょっと今足払いなのか何なのかどっちなのか。まあ、1名を取り留めた破天荒流。はい。ラッキーな勝利を拾いましたね。そうしましたらお次は。あ、ハクさん。さあここに出てくるのがハクさんのガエル。はい、あのテイトナ式の。常連さんですか。そうです。音ゲーの音ゲーまあ。音ゲーやってる方。はい。私あまり詳しくないんだけど相当な。私は初めて見た方ですね。相当な色はホテルにガエルの色ということで強そうだぞ。ただやってるんじゃないですか普通に。あの飛び込み三段結構決めたい感じらしいです。さあ飛び込みは電光竜としてさあスープレックスで内外し、あーっと竜巻の処理をミスってしまった。波動拳に裏拳してますね。ちゃんと裏拳で、あ、ちゃんとリフトで返してますね。皆さん今週の東大戦もちゃんときつい勝利を収めてましたね。あ見ましたよ。あそうですね。その後龍あのダメでしたけど、あれ龍戦でしたっけ。はい、意外とって失礼な言い方ですけど強かったですよ本当。さあここまで破天荒龍が3連勝。はい、素晴らしい。さあ、ここで川島さん5番チームはもう大将の川島ダルシム登場。さあ5番チーム勝つにはここから4人抜かなきゃいけない。そして1番チームにはバルがいるんですね。バルロがいるのでちょっとワンピーチームユーリカ、まあ、竜巻は中パンチで落として、さあ着地に掴んで1本目取ったのはカワシム。まあ、こうして見るとダルシムって手の長いやっぱり対応型、手足の長い対応型。いやかなりずるいですよ手足伸びるっていうのは。手足の長い対応。自分いつも思うんですけど一体この手足伸びるのは一体どこがヨガなんだと。火吹くのも全然ヨガ関係なくないっていう。まあね、どうして伸びたの。テレポートしたりとか全然ヨガじゃないじゃんみたいな。許されたるから。さあスライディングしかしね。おっと、さあシンク避けた。体力は若干有利だが、さあこれで逆転。おっと波動が当たってしまう。さあ中腰から残り3ドット2ドットですかね。あもうこっからだね。おーっとドリルにカウンター勝利。これは11。さあ波動拳と昇竜拳にドリルのカウンター。石棺からめくりドリルは失敗。さあキャンセルフレーム。さあここは少数だキャンセルから勝ったのはカワシム。間に合ってないですね。9時過ぎって来たのに今もうちょっとね9時45分ですよ。あでも友田さんがこのまま来ないと友田さんのとこに入る可能性が。それはある、それはある。アオサイさんまだねチャンスあるかも。そう友田さんが来ないと。そう友田さんがまだいないんですよ。友田さんがまだ。さあそうこうしてるうちに、ワンピーチームはポアトリンのバルログ。ただここまでリードしてるのはカワシムダルシム。さあチョップで落としてしゃがみショーキック。1本目はカワシム。さあ2本目。はい、さあドリルと氷河相打ち。さあテレポに逃げる。しゃがみショーパンで落として中キックフィオール。おおうまっ。最大ですね今のは。あの
のチュースラストからのキャンセルインペルナ超絶難しいですよ。トムダさん来ないそうです。そこにあの動画のとこ俺行かないよ。トムダ君行か来ないって書いてるじゃない。じゃあ青菜さん、青菜さん、俺のチーム、そうそう、4番チームに青菜さん、あ、じゃあすいません、トモトさんくるくるすごいこんな配信ででっかい声で言ってます。まあ、トモトさんが来ないことが分かったのでそこに今来た青菜さんが入る。なんというトーナメントさあ、これ中島さんのガイドがリードしているのはなんとガエル側、あーっとファイ当たってしまう。インフェルノ削って体力リードはこれダウシム。あーこれしょうがないですね。あそこはどうしてもソニック打ちたくなりますし、ダルシムはそこにしゃがみチューパーも安定ですね。なんか結構ガイルとダルシムはあれくらい体力持ってったのに負けちゃった時がそうなんですよ。すごい疲れちゃって、結局あれくらい結構ガイル側も意外にダルシムに対してダメージ取れるんですけど、ただ最後に勝ってるのはやっぱりダルシムなんですよね。それがなんか2本続けるっていうことが疲れちゃう。1本目で結構気持ちがそこさえ乗り切れば結構。さあ、ダイクインフェルノ、そしてこれ、まあ、しょうがないです。これはこれはうまい。さあ、大将戦、なんかすごい、さすが大将ですね。ツヨトムさん、すごいことになってるなんか煽り的なもの、あ煽り的なさあ、これでいくのが大将ユージル、はい、対して5番も大将カワシム、大将同士ですね。いつまいか、あーっとバカになる。さあ体力は半分以上、2で有利。さあキック投げ、勝ったのは1本目はユーズル DJ、うん、さあスライディに対してチュースラファイヤーモード、さあ飛びを大キックで落として体力半分リード。この距離はダルシムの距離ですかね。まあ、DJ もこれくらい開くと辛そうですね。ただDJ ってワンチャンやっぱあるので、めくりに行ける距離でダルシムをこかすことができればまあでもめくりが一気に通せるんでね。確かに。さあヨガスナイパー、さあ相模中パンと大パン相打ちで2本目はカワシムダルシム最終戦。カワシムさん DJ サブキャラでやってますもんね。やってますね。今のヨガフレームはいいですね。あそこはもう相打ち、あっと相模中キックにシャイニング当たる。さあめくりから投げて、さあ中スロから投げる、おっとヨガファイヤーを踏んでしまったぞ。まだわかんない、ヨガファイヤーとヤセダ打ち合い。この状況は若干ダルシム有利か。さあ残り、あーファイヤー当たって、あーこれは逆4立て、はい、川島強し、ね、5番チームなんだかすごい、川島さんすごい。あそしたら4番チームノブさん、ノブ持つシュー青菜対裏毛にニヤイサジイロハチームですね。あります。友田さん来なかったんでよろしくお願いします。じゃあ、チャラさんマイクお願いします。じゃあ一応準決勝3番チーム4番チームですね。裏ケニさん、ニーヤーさん、イサジさん、イロハさん、はい、ノブ、はい、さん、モツさん、シュウさん、アオサイさん、なんか渡されたんで喋ります、はい。友田さんが行くことになってたけど来ないので急遽青菜さんが、青菜さんが、はい、池袋の英雄が、はい、ようやく
まず、1P2P のじゃんけんお願いします。代表の方 1P2P のじゃんけんだけ。いや、ここは投げキャラに合わせた方が折れた。一番拙い方に合わせた方がね。うん、はい、先方だけ申告です。先方だけ。伊佐治さん、伊佐治さん試合です。伊佐治さん試合です。伊佐治さんお願いします。はい、先方決まったら自分まで。これはイサジになってるのはわざとですか。イサジさんになってるんですけど。イサジさんになってる。イサジ今日はイサジさんで。今日はイサジさん行きますか。決まったら自分まで。なんか玉ありがいないなと思ったら剣が2人も同じチームにいるんですね。ねえ、固まってますね。まだ決まった。はい、はい、じゃあお願いします。さあ、先方決まって、裏切りバイソンと。バイソンもだけど、やっぱオブケンですね。ニーヤーさんを誰が倒すのかっていうのが焦点ですよね。まあ、剣2人がかり、まあ、剣が2枚いるから、剣2人がかりですかね。いやいや、青サイさんには無理ですよ。僕はゴブとは言わないですから。でもゴブらしいですからね。で自分があのできないのを言い訳にするやつですよね。もともとセロさんにも行かないって言ってたのにって。もうこれあれですか、あのここに着く前からセラ様は酔っ払ってたみたいなことで。あ、それはそうです。あ、そうです。はい、もう着いたら真っ赤だったんで、やっぱ俺ビールいらないかなと思ったんですけど。いやビールはいや、あそこに売ってるよって言われたんで、いくらあ買った方がいいのかなと思って。いや、いくらあってもビールはいいじゃないですか。さあ、きっちり削って、なんか喋ってるうちに裏切りさんが。裏切りさん先方はきついですね。ね、でもこのチーム層が厚いから。いや、これやばいですよ。厳しいですね。さあ、当然のように青斎さんが。はい、まあでも逆にあれですよね、残機最初じゃなかったんだぐらいの。確かにそんな使い道ないですもんね。ホンダとキャミーがいますからね。さあ、だが勝っているのは青斎残機だぞ。アントビからスクリュー。さあ、青斎さんアントビうまいですよ。コパンで止めて、さあ、このラウンドは裏切りいい感じ。いやなんかあのショーのグランドストレートは、はい、マッハ超えてるらしいですよね。あ、なんか新幹線より速いとか、はい、1200キロ、いや飛行機より速いみたいですよ。1200何十キロだったんで。なんかそういう画像がなんかネットに上がってますよね。あ、おっと、あーっと出ない。さあ、方向指定もちゃんとしている。ほんとだ。あ、しかしなんかわたわたして、おっとダブラリ。いやさあ、きっちり仕事をして。さあ、誰でじゃんけんするの、ここで。いやじゃんけんさあ、じゃんけんが超本気。キャビーでもホンダでもいいでしょうが。じゃんけんが超本気、もう誰でも勝てるからみたいな感じかな、これ。ね、そんなに不安があるの。さあ、来ました、ホンダ。さあ、まあ、全ギャラかぶせなのは確かですが、さあ、もうホンダやることない。ホンダはやることないです。さあ、余計なこと。ああ、今のは落とせるやつ。しかし吸っていく。はめたい。今のラリアット読みですかね、垂直は。あれ、着地がゼロフルなんでノーリスクですね、なんか。ああ、そうですよね、お足が入んないから。そう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 。
台足も入らないから。これやっぱりザンギ側はしゃがみショーパンので削っていくゲームなんですかね。百列をちょっとずつ百列をこづいていく。さあ余計なことしたか、大丈夫。さあ余計なことしたか。さあ超高い、ね、さあいやひら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 安定しまくってるけど、あれだと後ろためが、いや、あるな。さあ、じゃんけんで、じゃんけんに勝った人に負ける。さあ、ここはシュウさんじゃないのかな、どうなのかな。ケンケンブランカ、いや、どうしよう。え、お金を投入してください。あのユーズルさんですかって、あの巣に点々でわざと打ってる人がいるんです。あ、嫌がらせですね。あれ誰かなと思ったら、あの太ももの野郎です。クソゴミですね。そうですね、クソゴミとか失礼ですよね。あ、今日いけないとか言ってんのに配信は見れるんですね、これ。あ、今日行くけどって言っといたんですけど、いやー厄介ですね。なんかかけるごに対する意気込みが違いますね。そうですよね。そうでしょ、僕でだから全然やってないんでわざわざ来たのに。チームメイトは、チームメイトではないです。あ、チームメイトはない。チームメイトはあの野口さんとか、あの辺です。君ずるいですね。いや、外人と組むチームなんで、あの海外と組みたい人たちの寄せ集めが結果すごいという。あ、これは5ヒットでミスらない、死なない、やることがない。あとまだ、いやさすがにまだじゃんけんする、まだじゃんけんすると。あー、バルログ、シュウさん的にはバルログの方が全然ウェルカムでしょうね、多分。そうですね、剣使いは結構バルログ戦いけてますから。 S バルログやったことないっていうけど、あの強いところないんで大丈夫だと思いますよ。微妙になりますよ、立ち中継とかほんとちょっと強い。え、長いんですか、早い、なんかね、判定が強い。あ、そうなんだ。でもなんだっけ、テラーないですよね。テラーはない、テラーはない。スカーレットテラーはある。バックステップがキックだ、パンチだけなんかある。なんかヒョウの跡が変らしいですけど。さあどうするんだこれ。なんか普通に地上戦やればそれっぽくはなりそうなんですけど。ただいろはさんも先ほど4立てしてますからね。あー、やっちゃいましたか。さあ、早い。いい勝利、当たって爪が、あ、爪が返ってこない、拾えない、爪が返ってこない、もう一生返ってこない。いやー、これはいい任天堂スイッチの宣伝ですね。スイッチ返ってこないですよね、らしいですね、今のところ。でももうあと1ヶ月じゃいじんないんじゃないですかね。どうなんですかね。もうこの間のが最終版なんですかね。あ、でもこの間の体験会で出てたのは、はい、なんだっけ、発売のものではなかったですね。あ、まだバグじゃないや、調整はやっていると。まあ、多分1ヶ月今ぐらいがギリギリだと思います。ですね、あれがラストぐらいじゃないですか。はい、さあイサジキャミーが押している。ちょっと波動踏んで、踏んじゃう、いやー入っちゃった、寝ちゃった。あれですね、めくり中盤竜巻で一発強いのキャラが何キャラかいますよね。セイロンとか、はい、あのやられ、上半身のやられが厚めのですね、皆さん。いや、もうなんかほんとこの中足振ってるだけで結構よくわかんないんですよね、剣でやると波動が打てないんで、あれだけで。あと、あー、イサジさんうまいな。さあ
あ、また焦げちゃう、また焦げちゃうの。ここはきっちり。逃げる、落として逃げる。お、なくつかしの老龍拳。いいですね、老龍拳。いや、老龍拳結構使い道あると思うんですけどね。超ありますよ。いやー、っと言ってる間にいいフーリガンが通っちゃった。さあ大将、あれ違うな、あと2人いるか。大将、大将、ブランカですよね。何ブランカだっけ。キャミーブランカですね。モツブランカ。モツさんはこの辺の方ですか。たまに来てくださる方なんですけれども、ババによくいる。あ、ババ前、ババの方。さあ動けているぞ。あ、本当だ。あ、さっきやりましたよ、僕。お、い、あの、1ラウンド取られましたよ。あ、高い。お、1ラウンド取られましたと。お、うまいなぁ。お、待ってる、めっちゃ待ってる。そう、竹槍振ってくるんですよ。あれ、やばいっす。さあ、どうする。そういうことですよね。そういうことですよね。ブランカさんってちゃんと待てるんでね、ある程度やってる。さあ、お、アローがねじ込まれる。なんか確かキャミーっていう話だった気がしましたけどね、これ。どちらかといえば的な感じですかね。はい、まあ多分無敵技があるからかな。お互いそんなにすることがないですよね。そう、待ち合いになると多分キャミーがそのショーパン中足が厄介なんていうことですか ね。この状態をどう崩すか。まあ時間もない。いやー、さあ、しかしカム裏に回ってなんか裏回りしないと思ったのかな。大足大足。さあ、こうなるとあのショーパンがあのあれなんですよね、見え方が変わってくるっていうのがあるんですよね。変わってくるんだけど、おっと、しっかり。さあ、安定の逃げ、逃げ。これでブランカ無理する必要ないですからね。はい、コパン振りなければ振ってくれと。間に合う、あれは間に合う。あと何回削れば、はい、投げじゃない、投げた、死なないけど無理やり持ってった、イサジキャミ。これは何ですかね、中年パワーかなんかですかね。じゃあ決勝ですね。で、4番決勝が、じゃあ決勝が裏ケニニーヤイサジイロハ対、セロテープヒカルハクカワシムですね。じゃあ決勝戦なので、裏ケニさん、ニーヤさん、イサジさん、イロハさんはそのまま連戦で、ヒカルさん、ハクさん、カワシムさん。あれ、はい、川島さんのチーム。あと誰だっけ。あ、そっか、バルログの方はね。そう、今店員さん待ちです。バイソン、ホンダ、キャミン、エスバル対、あそこ、ザンギ、バル、ガイル、ダル。お、いい勝負じゃないですか、これ。そうですね、結構順番で勝負できそうな。まあ、バイソンにはザンギを当てて、まあ、エスバルはちょっと分かんないですけど、まあ、まあ、カワシムさんにはやっぱり、
エスバルを当てたいのかな、それかキャミーを当てたい、本当にでもいいのか。うん、あ、全員一応全員ダルシムに行けるっちゃいけますね。そうなんですよね。なのでそこまでになるべくザンギガエルが頑張れれば、そうなりますね。キャラ的にはちょっと5番セロさんチームがちょっときついのかな。なんかまた裏キニさんが出てきそうな気がするんですけどね。じゃんけん、じゃんけんで、じゃんけんで何、4人決まってるの、もう先方だけ。いやもう先方も何もさっきも全ての順番はじゃんけんで決めてましたね。じゃんけん、はい、誰でもいいよと、そんな感じです。まあセロさん、ね、チーム的にはやっぱりホンダにはザンギで当たりたくない。先方決まりましたか。先方ザンギでいいですよ。もうはい、さあさあどうぞ。おっと、3番チームは先方がニーヤホンダとヒカルバルログですね。バルホンダはいける、いい勝負なような気が。うわ引っかかんないのあれ。さああとはバルログが知っているかどうか。これはどっちかというとバルログの方が戦いが難しいような気がするんですが。難しいですね。結構ホンダは適当にやってて、適当にどっかに渡ってっていうのができそうですけど。さあしかし新谷さんは多分分からん殺しがまだできてないので納得はいけないと思います。そう、いつ票をやるかっていうと、なんかため技を出したところでやると、あーそうですね、はい、もう飛ぶかガードしかないんで。そう、ホンダのため解除を狙って票をやるかっていう感じですかね、はい、おー出た変な軌道。そう、あのバルログの票も相手のキャラの軸で軌道が変わる技らしくて。なるほど。あれもだからあのレベリバとかに合わせてやると多分おかしなことになりますね。なりますね、はい、たまにそういう動画見ますね、はい。さあ、あれ、あーっと鬼無双のやつじゃないの今の。さあ勝ったのはさあホンダに、ホンダ、ホンダを倒すのは誰なんだ。残ってるのはダルシムとガイル、ザンギ、ザンギ、まあザンギはないでしょうさすがに。まあガイルでいって、まあガイルでしょうね、はい。さあ出てくるのはハークガイル。ただこれもガエルが有利とはいえ結構ギリギリになっちゃいますよね。そうなんですよ。結構あのホンダ側がダルシム戦を、あ、ごめんなさい、ホンダ戦を知らないガエルに対してわからん殺し できますからね、はい。あの、とりあえず100巻だけで殺してる気がするんですが、めっちゃ突っ込んでいってる。めくりはちょっと行きづらいですよ、ホンダ相手にガエルは。さあ、頭突きがぶささって1本目取ったのはニーヤホンダ。お、見てから壊し、壊しね、今ね、見てからしゃがみ壊しちゃってますよ、帰りの台足に。これは、これはあれですね、あの最初ですね。さあ、ぴょってしまった。おっと、優しい。クスモンドランブ狙ってた。クスボンドラム狙わせた。さあここで、ね、ガエル側もホンダに対して100巻の大将を間違えると一気に死んでしまいますので、そこがポイントになってくるかと思います。さあ出てくるのは、さすがにこれはもう残業ないので、カワシムダルシム副将。
何しろもうセロ様顔がだんだん白くなってきてるんで今出すのはちょっとまずいんですよ、ね、そうですね、はい、あのスーパードライの500買ってきたので、おーっと歩いておると、さあ体育インベルト上手い、4ヒット、4ヒットしてる、あ3ヒットだった、うまい、おお減ったぞ今、さあチョップ体育うまい、さあ、はい、残り逃げ中キック、あれは安定ですね、100巻ガード、さあリーバーサインフレット、あ、インフレじゃないですね、リーバーサテレポうまいですね、あーあれ2ヒットでピオリ狙えるやつ、おー潰す、さあ投げ返してルスはガード、ホンダの攻撃力やばいっすね、これは分からんぞ、これは分からんぞ、分かんないっすね、今は鬼武装狙ったのか、あー2本目取ったのはニーヤホンダ、直対する前、さあ若干にドリルで対空、いやー全部対空対応してる、いやー引っかかる、これはザルシムが惜しいか、大キック対空、あっとブラブラブラ、おお見てから今、牛チョップなの、ちょっとよかったしゃがみしゃがみショーパンじゃないの、ああさあしっかり返して、しかしまたじゃんけんしてるちなみにニアさん先方です、クレジットは50円、あクレジットお願いします、さあこのまんまセロ様は出ずに美味しいビールが飲めるのか、嘘嘘だ、そうだっけ、一人チームじゃねえかよそれ、あそれあれですね、セロ様2度目の全敗優勝じゃないですか、ついに前も確かありましたね、はい、前回 VS で あったんで、まだ2回やった人はいないです、いやー、さあリサーチキャミー、さあっと、あー引っかかる、得意技ですね、キャミーしゃがみもでかいんすね、でかいですね、普通なんか1ヒットでガードになりそうですけど、あピョッちゃった、2ヒットあれが最大っていう悲しさ、最大か、中足キャンセル大ファイヤーでも一応2ヒットするんですよね、キャミー相手は確か、あ密着だとしますね、密着状態だと、はい、さあ勝ったのはカーシム、さあこれ出てくるのがニロハエスバル、さあこれでもテラーがないのが痛いタイプのキャラですよ、おさあこれはまずい、これはまずい、しかもエスキャラで受け身がないので投げられてしまうと結構きつい、さあチョップで落としてスライディングからインフェルノ、なんかエスバルのバルセロナって当たった時変な当たり方しません、相手キャラなんかガードした後の跳ねる方向が決まってるんですよね、あーなるほど、なんかどっちかに決まってて変なんですよ、昔なんか吸い寄せられるみたいな跳ね方、そうそうそう、そんな感じですね、あれは多分、まあ、バグなんだと思うんですけど、さあ圧殺リーチ、さあセロ様の顔色が良くなってきたぞ、なんか飲んでないのにまた顔が赤くなってきた、さあこれ5番チームが結構、はい、いい感じになってきましたよ、もう裏切りさんは大将です、ああ村切さん大将で、おピヨンない、4ヒットでまだピヨンない、さあ裏回ってショーキック投げ、ドリルで投げ返して、さあゴチゴチ飛んでいく、さあ最後はズームパンチ、さあリーチ、リーチですよ、無言の圧力、セロテープ、
さあこれは安定してファイヤーモード入っちゃう。しかし返せてない。さあゲージないけど画面端きつい。無理やりゲージを貯めるか。あ、引っかかった。ナイスヘッド掴む。さあストレート引っかかっちゃう。おぉ、ゴアシンフェルノ、勝ったのは5番チーム、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さん拍手。カワシムさんが全部一人でやりました。5番チーム勝ったのカワシムさんだけ。さあエキシビション、じゃあカワシムさんとセロテープさんやりますよ。いや、これはやりましょう、エキシビション。やろう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 。やって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 。いやいや、セラ様まだなんか負けた感じしないから。はい、これで最後、残ギタルシムですよ。なに、ニエさん入ってるけど。あ、ニエさん入っちゃった。この後、やってもらいましょう。いや、優勝インタビューとかいいです。ただの酔っ払いなんでいいです。3位決定戦ですか。やる。じゃあ3位決定戦。 2と、ビリ決定戦。2となんだっけ、 6? ビリ決定戦。ああ、なるほど。優勝者からの提案。まあ、そうなると4番チームも1試合しかやってないですかね。4番、そうすけどね、5番も、あ、4番チームも、4と5も、あ、俺で、5はあれですね。だから自分はちょっともう時間がないですね、試合をやってる。もしは終電ですか。終電が11時なんですけど、終電の1本前の電車で帰りたいので。はい、なんで平塚なんで、こっから2時間やばいですよね。はい、超絶やばいです。え、インタビューするの。あ、負けた。じゃあ、川島さんにインタビュー。優勝インタビュー。じゃあ、4人さん。おっと、セロさん。じゃあ、はい、セロ様最後だよ。じゃあ、お願いします。いや、じゃあ、はい、いただきます。はい、インタビューですよ。じゃあ、パクさんのガエルから、じゃあ、インタビュー。はい、いただきます。ちょっと全然勝ってないんですけど、カワシムさんがもう無双してくださったんで、まあちょっと次は自分も一勝できるように頑張ります。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。いただきます。じゃあ店員のヒカルさん、インタビューお願いします。コメントお願いします。あ、どうも。もう本当にチームに恵まれた感じで勝っちゃいましたけども、言うて結構毎週参加させてもらってるんですけど、勝つことが少ないんで、1回戦でちょっと1ラウンド取ったのがめっちゃ嬉しかったんで、大満足です、個人的には。次はじゃあ試合に1本取れるようにお願いします。そうですね、じゃあ来週ぐらい頑張ってみます。はい、あざす。じゃあ瀬尾さん、本当俺の作戦がズバリズバリで、おっと、かなり、いや、いろいろ頑張ったんで、誰がどの辺を頑張ったんでしょうか。まず相手が1本取られたらば煽りに行くとか酔った赤い顔でなんかイエーとかなんか言いに行ったのが多分かなり答えてると思うんですよ。まあ、それが功を奏したとですね。なるほど。でそれでカワシムも伸び伸びできたと。なるほど。いや、来週のかける後も多分これ大事だと思いますよ。まあ確かにチームメイトの応援っていうのはチーム戦ってすごい大事ですから ね本当に皆さんも結構 X やなシャイな人もいるんで、いますね。もうグイ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 行った方が、もうチームメイトを鼓舞するのは結構重要ですからね。そうそうそう、本当テンション上げてったが絶対強いんで。お、なんかすごい真面目なコメントになってる。やったありがとうございます。じゃあ最後、全勝したカワシムさん、おめでとうございます。カワシムです。久しぶりになんか、ね、一回も負けずに勝てましたけれど、強かったですね。そうですね、なかなか。この調子で来週のかける号行きたい感じですか。そうはいかないと思いますよ。弱気な発言。いや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 、やっぱりね、皆さん強いんでね。いや、今回参加人数すごいことなってますからね、事前エントリーだけで。そうですね、160人超えてるそうなんで、こ
このお店にね、そんだけ来ていただけるとすごいですね。とても嬉しいことですけど、ものすごい熱気だと思いますよ。そうですね、多分200人ぐらい来ちゃうんじゃないですか。確定で130ぐらいいるんですよ、ね、確定160 160人、うん、ね、みんなで盛り上げていきましょう。もう全国規模じゃなくて世界規模になっちゃってるんでね。そうですね、ワールドワイドで海外勢が30人ぐらい来てるそうなんで、まあ、明日はなんかエンパラの大阪ですね、大阪のエンパラでなんか海外勢は30人ぐらい行くと。おエンパラということで、じゃあ、はい、はい、そうです、川島チームでしたね。はい、どうもありがとうございました。はい、おめでとうございました、ね、じゃあ来週は皆さん頑張りましょう。あ、ちなみに来週の、金曜日は、かける5の前夜祭ということで、そうですね、だから、同キャラ5人チーム、まあ、ですね。で、だから今日やってるような対戦会ではないんですけど、結局普通に対戦みんなでやってると思うので、まあ、来れる人は多分早い時間から来ても人いると思うので、来週の金曜日も貸し切り状態です。貸し切り、あ、ちょっと聞いてみましょう。あ、来週の金曜日って貸し切り状態なんですかね、それとも一応他の営業もしてる感じ。あ、200人ぐらい、あ、前夜祭はそうか、半分ぐらいか、そうですね、前夜祭で100人か、すげえな。まあ、ほぼ貸し切り状態になりました。まあ、川島さん、英語でグッドラック川島さん、インかけるごと、かけるごと頑張ってくださいと英語のメッセージ来ましたよ。はい、そうですね。じゃあ来週、まあここ来週の週末はもうここが多分世界で一番 X が盛り上がる場所とですね、なりますね。3桁人数来るんで、はい、まあ残り1時間ぐらい、残りあと1時間ですか。残り時間まで皆さん、じゃあ楽しんで、のじあいを楽しんでくださいませと、はい、参加者の皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。シュウさんもありがとうございました。ありがとうございます。
Thank you.
Thank you.
い。
Yeah!
はい。Okay.
愛。予定ですので、よろしければまた来週も、来ていただければ楽しめるのかなと思います。では皆様、お疲れ様でした。